皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、はるみちゃんの609ステージ攻略いってみましょう。今日夜ご飯、唐揚げとフライドポテトでした。揚げ物でですね。そう、揚げ物が続きますよね。皆さんどんな感じですかね。お、上から下ですか。なるほど。じゃあこうして、さあ黄色のマスを増やしつつ消していかないといけないと。こうして、あー、今の黄色でもよかった。わあ、悩みますね。こうでしょう。あんまり黄色じゃないところを消したくはないですよね、早めに。はい、緑、下ですかと。はい、あ、これは上から降るんですね。こうして下げてドーンってして、よし、これで上も消しておいて。それでも上消せないですね。はい、でこうして、あと9回、ちょっと少ないですね、回数が。さあ、特殊ジュエル作って、わ、これちょっと難しい。爆弾も作れない。おお、あ、すごい、すごいけど、これを左にずらしたい。お、いけた。あー、いけたけど、もう一個ずらさないといけない。無念無念です。無念なりと。はい、爆発。あー、無理ですか。まあ、コンティニュー使ったらもうあれですけどね。簡単すぎますけど、多分このステージは。まあ、そうでもないですか。やっぱ運次第ですか。結局壊せないとですからね。ずっと壊せる場所を永遠と崩さないといけないと。そうなっちゃいますから。右側いけない。なんか緑か。はい。赤。お、赤。じゃあこれで赤。はい。よーし。さあ、あとは上です。上消せないんですよね。じゃあこれで、はい。縦消して、これで若干変わったでしょう。うわあ、コインがすごくなくなっちゃう。こうして、はい。よし、黄色。よし、黄色。はい、中出て。わあ。これが赤だから、赤落として、こうして、こうして、ああして、そうして、黄色でしょ。なかなか出ないですね。ああ、このラインで赤が出ればよかったんですか。さあ、お願い、中来て。よし、来ました。ありがとうございます。いやー、でも結構難しいですね。特殊ジュエルとの組み合わせですか、肝心なのは。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。